田口が準備しています。ここはガブリエル・シャビエルは譲りました。回転シュート、直接ゴールイン。風間監督もここから見て笑ってますね。キーパーの前でワンバウンド、パクソンスはキャッチできませんでした。まあ、田口選手だったり風間監督もね笑っているっていうのは、まあ、それほどコースは良くなかったけれども入ったねっていうことだと思うんですけども、はい、ただやはりしっかりとねこの無回転のシュートを打てたっていうことと手前でバウンドしたっていうのがやはりこのキーパーのねパクソンスは嫌がるプレーとなりましたね。まあ、試合前に散水もありましたし、はい、まあ、相手キーパーからするとすごくまあ揺れてますね。ワンバウンドした後